私なんかあんま泣かないんですよ。Hey guys、 どうも奈々さん、リーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日皆さんお待たせしました。9000人達成しましたということで、前言ってたプレゼント企画覚えてますか？楽しみに待っててくれた方もいると思うんですけど、抽選じゃないプレゼント企画を9000人いったらやりますということで報告させていただいたのでやっていこうと思います。一応今回は Amazon ギフトカード5000円分にしようと思います。1000円分を5人の方にプレゼントしていこうかなと思うんですけれども、抽選じゃないってどういうことって思う方もいると思うので再度ご説明しておきますと、一応私のチャンネルはですね、アリーザという一座だと思っていてですね、皆さんのことを道は違えど共に頑張る仲間の集まりなんですよ。なので、まあ、英語勉強にしろ、他のことにしろ、違うかもしれないんですけど、まあ、一緒に頑張っていこうっていうようなチャンネルを目指してましてですね。で、その成績優秀者、要は頑張った人たちには、座長なので一応、還元していこうと思ってるんですね。なので、これだけ夢に近づけたよとか、そういったことがあったらですね、そういった方5名にですね、今回はプレゼントしようと思います。で、プラス、一応、まあ、アリーザ一財の貢献度とかも含めてですね、その辺を視野に入れつつ、プレゼントする人を決めようと思ってます。もう、全員に還元したいんですけど、まあ、そこは動画の内容で還元していくとしまして、まあ、今回は一応、そういう形で、Amazon ギフトカード5名、5000円分にしようかなと思ってます。でも、これからプレゼント企画どんどんやっていくんでね。で、プレゼントの応募方法、言います。いいですか？まず、チャンネル登録してくれてると思うんですけど、もししてない人いたらしといてください。で、あとですね、一応プレゼントを、まあ、決定した人にはですね、連絡を Twitter か Instagram の DM でやり取りをしたいので、私の Twitter のアカウント、もしくは Instagram のアカウント、ぜひフォローしといてください。普段 DM とかあまり読まないんですけど、一応プレゼント企画のやり取りはそこでやろうと思います。この動画のコメント欄に、どれだけ自分が自分の目標に近づけたかとかをコメントしてください。何でもいいですよ。例えば、彼氏彼女ができましたでもいいし、トイック何点取れましたでも、留学決まりましたとか、仕事決まりましたとか、何でもいいです。そういったことを書いてください。3日後に締め切ろうと思います。で、その後私が選考します。一応選考基準はそれで頑張った人、プラス、まあ、ちょっとアリーザ一財の貢献度ですね。ありましたら、当選者の方には、コメントに返事、もしくは他のアカウントで返事をすると思いますので、みんなチェック忘れないようにしてくださいね。で、Amazon ギフトカードって形なんですけれども、この間出した英語本のプレゼントですとか、どんどん今後プレゼント企画考えてまして、なるべく早めにプレゼントしていこうと思ってますので、どうぞお楽しみに。もう一つだけ皆さんにお願いがありまして、ね、今9000人、今年の入った時はですね、本当に3000人とかだったんですよ。1年の始まりにですね、目標を書いてたんですね。まあ、いろんなジャンルで書いてたんですよ。このジャンルではここ行きたい、このジャンルではここまで達成したいっていう形で書いていて、今のところ、ほぼほぼ達成していて、まだ達成してないことが2つあるんですよ。1つは、ペットが欲しいってこと。まあ、ペットは、犬飼おうかなと思ったんだけど、最近プレーリードッグもいいなと思ってて、ちょっと考え中です、今。で、もう1つが、なんと、チャンネル登録者1万人って書いてあったんですよ。当時3000人だった時は、本当に1万人いくなんて思いもよらなかったんですけど、もう本当に皆さんのおかげで、なんか泣きそうになってきちゃった。いろいろ、応援してくれる人のおかげで本当にここまで来れたので、やばい、チャンネルのこととかもいろいろ応援してくれて、生放送とかでもいろんな方と知り合えて、そこで本当に私の講演会を作ってくれたりとか、いろいろ宣伝してくれたりする人もいて、で、年内に1万人達成したいなっていう風に、この目標達成したいっていう風に最近思い出して、最近本当にちょっとガチになって達成しようっていう風に思ってまして、そしたらみんなもね、なんかいろいろ宣伝して頑張ってくれてるので、私はもっともっとこの動画のクオリティを上げて、皆さんの役に立つような動画を上げて、ちゃんと1万人に見合うような内容の動画を上げていけれたらなと思います。私なんかあんま泣かないんですよ。なんか嬉し泣きぐらいしかしないんですけど。はい。ということで、まあ、まずですね、一座としてみんなそれぞれ自分の道で頑張っていくっていう風に
言ってまして、私自身も1万人行きたいっていうのは広告収入とかそういうことじゃなくて、ビビたるもんなんでそういうことじゃなくて女優になりたいっていうのがずっとあったって言ってると思うんですけど、一応女優として人の人生を変えたいっていうのがあったんですよ。それが今こういう YouTube とかSNS を使ってですね、発信することによって、本当に今までもいろんなコメントいただいて、でその留学決めた方とか英語頑張ろうと思ったよっていう声とかもいただいてきて、なんかこれが私の生きる意味、女優になりたいって思った目的がそれだったので、1万人行ったらですね、東京の YouTube スペースが使えるんですよ。そこで例えばグリーンスクリーンだとかいろんな機材使えたりとかできるんですよ。なので私ももっともっとこう編集とかカメラとかもっと勉強して、もちろん演者としても磨いていってですね、より多くの人たちの人生を変えたいなっていうのが、もうこのおかげで叶っているので、もうあとはひたすらこう夢の舞台に今立っている状態なので、ひたすら走っていきたいなと思います。ということで、本当に皆さんのおかげで私の夢は叶っているんだなっていう風に今本当に思いました。ということで本当に言い過ぎだ。そうですね、頑張って年内1万人達成したいなと思ってます。はい、で実はですね、また発表すると思うんですけど、あとね1000人って一応見えると思うんですけど、あと800人なんで今月中に絶対達成してやります。はい、もう何が何でも達成したいと思ってるので、ぜひ皆さん、アカウントね10個作って登録してねとまでは言いません。実際に20個作って登録してくれてる人がいるんですけどそこまではやってくださいとは言いませんが、チャンネル登録このまま引き続きねしておいてくれると嬉しいなと思います。もちろんずっとねチャンネル登録していたいなって思えるような出すのが私の任務だと思うので、まず自分ができることといったら本当に質の高い皆さんのニーズに応えれるような動画を出していけるように頑張っていきます。編集技術とか撮影の仕方とかはちょっと適当なんですけど、中身だけは本当に負けないような動画にしていきたいなと今は思ってますので、ぜひ今後ともよろしくお願いします。ということで、たくさんのご応募待ってます。ではバイバーイ。まだまだ私も頑張り中、成長途中なんで。